皆さんこんにちは。5時半になりました。つながるラジオの時間です。お相手は松山秀和です。よろしくお願いします。はい、今日は10月の8日、になりましたね。すっかり秋が深まってですね、中秋の名月、すごく綺麗な月様が見えました。沖縄ではどうだったんでしょうかね。青森県では非常にもうまん丸のね、あの月様が見えました。まあ中秋の名月終わると、中五夜が終わると、もう一気に秋が深まっていく、そんな感じを受けますけれどもね。はい、気温もだいぶね下がりましたよね。本当朝晩寒くなってきて、日中も、長袖を着る機会の方がね多くなってますね。半袖がちょっと活躍しなくなってきたなーって、そんな感じもしていますけれどもですね。沖縄の皆さんはまだ半袖なのかな。まあ半袖だろうな。ね、このラジオはですね、青森県の津軽から、お送りしておりまして、沖縄県の FM ギノワンさんなのに、青森県の情報とかをですね、青森県の情報だけじゃないんですけど、私が喋りたいことを、自由気ままにおしゃべりしている、そんなラジオでございます。はい、メッセージもですね、お待ちしております。メッセージアドレス、797@fmgino1.com、すべて小文字です。797@fmgino1.com です。はい、それでは今日も始めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は青森県弘前市で創業46年、弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった。内窓をつけたい。玄関ドアをリフォームしたい。カーポートを設置したい。家の中に手すりをつけたい。お家の困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ、Facebook ページからお問い合わせください。お届けしておりますのはつながるラジオです。お相手は松山秀和です。よろしくお願いします。さて、今日のですね、つながるラジオなんですけども、先日ですね、名古屋にちょっと行きました。その時のですね、お話をしていきたいなって思っております。名古屋はですね、今年2回目なんですけど、全然お仕事とかではなくてですね、個人的な趣味で行きました。って言いますのも、まあ何しに行ったかというとですね、ライブを見に行ったんです。ライブ。で、アーティストのね、ライブなんですけど、私ですね、あと好きなものがありまして、名古屋をですね、まあ拠点にして、栄を拠点にしているアイドルグループがあってですね、SKE48。まあお聞きになったことある方もね、多いんじゃないかなと思いますけど、AKB48、ね、の姉妹グループになりまして、名古屋の、拠点になります。SKE48、まあ私好きなんですよ。で、本当にね、アイドルを詳しい、本当にすごい人ぐらいの知識は正直ないんですけど、ただやっぱ好きでですね、なんとかライブも見させていただいておりまして、で、今回もそのライブを見に行ったんです。で、何回くらい行ったことあるのかな。それでも、まあ、小さい会場とかもね、あったりするので、今回はですね、とても大きな会場、あれ何千人くらいなのかな、センチュリーホールっていうね、ところでやったんですけど、3000人は入らないかな、ちょっとわかんないですけどね。かなり大きな会場だったんですよ。で、ライブハウスみたいなね、ゼップって言われる、これ日本全国どこで、いろんな大都市は結構あると思うんですけど、そのゼップでのライブを見に行かせていただいたことはありましたが、それ大きな会場となるとですね、実は初めてなのかな、なんですよ。で、今回はその9月末から10月の頭にかけて、その SKE がですね、ライブを、3日間、連続でやるということでですね、ちょっと見に行かせていただいたわけなんです。で、ライブといってもですね、ちょっとこう、この3日間、
ちょっとこう趣向が違うライブをやってました。私はそのうちの2日間をちょっと拝見をしたんですけども、まずですね、この3日間の間に、まあ、ライブ、まあ、公演の数ですね、ライブの回数、まあ、昼と夜の公演があったんですが、金曜日に1回、土日で2回、だから5公演やってるのかな、うん、5公演やってるということで、すごいですよね。まずそれがすごいなって感じなんですけど、3日間で 5回公演するっていうね、ライブやるっていう。すごいなっていう、うん、で1日に2回やってるわけですよ。2回し、昼やって、で2時間も多分間空いてないかなぐらいで、も夜の公演の入場が始まるみたいな、そんな感じでですね、結構それにもすごいことだなって僕は思うんですけど、うん、でそのうちの、まあ、金土日やったでしょ、土曜日の夜公演から見させていただいたんですよ。で、その思考が違うっていうふうに話をしたのは、2本立てになってるんですよね。まあ、厳密に言うとこう2つのこう種類のライブをやっているっていうような感じになっていて、1つがですね、リクエストアワーセットリストベスト100っていうものをやってました。で、これは何かというと、まあ、SKE ってですね、今年15周年を迎えてまして、その15周年の中にはですね、いわゆるこう、CD とかにですね、なって、世の中にこう出ていく、曲もあればですね、そのカップリングになっている曲もあるし、あとはまあ SKE とか、まあ48って言われるグループ、特徴的なのは、自分たちで劇場を持っていて、自分たちでこう披露する場所、公演をする場所があると。専用劇場を持っているっていうことが、まず一つの強みで。うん、で、その、劇場の公演曲ですね。うん、その、劇場の中で、いつも披露している曲というのもあってですね、なんとトータル500曲近くあるそうなんですよね。500曲ってね、もうすごいなと。15周年で500曲だから、1年あたりだと何曲なんだろう、6曲だと多いのか。まあすごい、もっとか。まあでもすごいか。まあとにかく500曲あるんですよね。で、その500曲をそのファンの皆さんに投票してもらう、この曲が聴きたいっていうのを投票してもらって、そのランキングを100位までつけようじゃないかと。うん、で、つけたものを100位からですね、どんどん発表していこうじゃないかと、まあ、そういう、まあ、イベントライブが、まあ、このリクエストアワーと呼ばれているライブなんですよね、うん、なので100位からですね、まあ、25曲区切りで一つのこうライブが行われている感じなんですよ。なので一番最初のライブは100位から、25曲なんで76位までかな、うん、をやって、でその次75位から、51位までとかね、で私が見たのは50位からのライブをですね、見させていただきました。うん、で、私劇場とかではですね、拝見をしたことがないので、正直言うとそういうなんですかね、本当のSKE ファンには怒られちゃうかもしれませんけど、まあ、かなり知っている曲少ないんですよ。本当に申し訳ないんですけどね、うん、知ってる曲少なくて、いわゆるこの劇場の中でだけ披露されている曲とかってなると、ちょっとピンとこないものが多いので、ちょっと正直ですね、行くまで不安も抱えてたところは実はあって、まあ、知らない曲がちょっとどんどん出てきちゃうだろうなと、うん、そうするとちょっともしかして楽しめないんじゃないかななんてね、そんな気持ちも実はもうちょっとだけ持ってたんですよ、うん、で、まあ、50位からのね、そのリクエストアワーのライブに、まあ、見させていただいた、まず感想としてはですよ、まあ、めちゃくちゃ良かったっていう。めちゃくちゃ良かったっていう、うん、で、
多分ね、その詳しいファンの方にはね、ちょっと及ばないし、間違ってたら本当申し訳ないんですけど、きっと、あくまでも初心者目線で話を今日はしますね。きっとなんですかね、その曲一つ一つで、その曲をね、もらった時というか、その曲をいただいた時に、もらった時のメンバーが、まあ、今も活動を続けているメンバーもいれば、ね、例えば3人で歌う曲で、3人とも今残っているっていう曲もあれば、そうじゃなくてね、やっぱりアイドルさんなんで、やっぱ卒業っていうこともあって、3人でもらった曲なんだけど、歌ってた曲なんだけど、最初はね。でも、そのうちの1人が卒業しちゃったってなると、その1人空いたところ、卒業された方の、まあ、パート、ポジションを、まあ、違う方がやられるということも、たくさんあるわけなんですよね。やっぱ15年もやってるわけなんで。うん、なので、そういった意味だと、まあ今までにない、メンバーさんと組み合わせで、まあ、披露されている曲もあるし、うん、で、あとはその曲をもらったとき、まあその曲が、世の中に出ていたときに、オリジナルの、まあその最初からのメンバーで、歌った曲もあるしっていうことで、多分ね、その一つ一つに結構やっぱドラマがあるんだと思うんですよね。うん。なのでこう、X、旧 Twitter なんかもですね、ちょっとちらっと拝見させていただくと、あ、このメンバーで歌う、この曲はすごく、これもいいなと。まだ卒業されたメンバーがいらっしゃってね、まあ、オリジナルのメンバーじゃないんだけど、でもこのメンバーで歌う曲はいいなとか、うん、あとはやっぱ反対もしかりでね、オリジナルメンバー、そのもらった時の曲のメンバーでやってるから、やっぱすごいこの、普段はそういう、なんですかね、もちろん大きいところで披露してる曲もあるんですけど、その劇場っていうね、その中でしか、まあ、人数、キャパシティがやっぱ限られている、ステージでしかまだ披露したことない、なんかそういう大きな会場で初めて披露するっていう、そういった曲もあって、うん、やっぱそういった意味でもドラマがね、あるんですよ。多分これやっぱファンの皆さんにも、あとは歌ってらっしゃるメンバーの皆様にも、こう、ドラマがある、思い出があるんだなっていうのは、こう、私は初心者で、ちょっとそこまで詳しくない私でも、それすごく、なんとなくこう、わかる、うん、ですよ。うん、で、もちろんね、こう、新規というか、そういう私みたいにこうライトなファンでも、やっぱ入りやすいというか、その、わかるような工夫っていうのも結構されていてですね、うん。どうしてもこう、アイドルのライブっていうと、すごくこう、なんだろうな、熱量がね、すごいというか、ちょっとこうね、オリジナリティあふれる熱量というか全くこうそういったところに行ったことない人からすると、ちょっとやっぱ不安なところって最初持つかなって思うんですよ。これ私もそうなので思うんですけど、そういうことにもきちんとなんですかね、こう配慮されているというか、めちゃくちゃこう応援して会場に参加型で行きたいぞっていう人はですね、本当にこう、サイリウムって言われるね、光る棒みたいなやつですよ。ああいうのを振って、声を出して、一生懸命自分のこう推しているメンバーのことを応援する、それぞれのメンバーだけじゃなくて、みんなのことを応援するっていうことですね。グループを応援するっていうことをやってる方もいれば、私みたいにちょっとこう、サイリウムすらすいません、持ってなくて、本当すいませんなんですけど、持ってなくて、手ぶらでね、行っちゃえる人もいるわけ、行っちゃう人もいるわけですよ。でもそういう人でも全然大丈夫。なんです。なぜなら、ちょっとそういう席がね、分かれてるんですよ。そういうふうにこう、熱量を持って応援したい方は、こちらの席をどうぞ選んでくださいねと、チケット発売の段階でも分かれているんですよ。で、
私はこう着席指定席っていうね、あの座ってあの応援したい方向けみたいなね、うん、そういうあのちょっと落ち着いて腰据えてみたいわみたいな、そういう人向け、単純そういった感じで楽しみたいわっていう人向けの席を買わせていただきました、うん、であとは男性の方がねやっぱちょっと多いだろうなっていうふうに、やっぱ思うんですね。私も男性ですし、うん、でもね実はそんなことなくて、女性のファンの方もね結構いらっしゃるんですよね、うん、で年代層も結構幅広いです。すごく幅広かったですね、見ると、うん、すごい若い女性の方もいらっしゃる、しゃれば、うん、そうじゃない方もね、本当幅広い方がいらっしゃって、うん、それもすごいなと思いながら、で女性の方とかは、女性の方向けの席もご用意されているし、うん、そういうふうにこうちゃんとこう座席の区分けがされているので、うん、なんかね、隣の私みたいな初心者の方がもし行った時に隣の方がすごく熱量を持って応援してると、あ、なんか自分全然応援してないんじゃないかみたいなね、そういう風に思われちゃうんじゃないかっていう、そんな心配は全くないですね。ほんと全くなくて、でぜひやっぱ女性の方とかそういう新しい方にもね、優しいライブだなって私は感じたので、ぜひね、その曲を知らないとかじゃなくて、もうやっぱすごく面白いですし、ドラマがあって感動しますよ。なんかこう、わかんないけど、なんかこう伝わってくるものってやっぱあってですね。うん、きっと多分いろんな苦労をして、このステージのところに立ってきて、それでファンからこういう声援をもらっているんだなとか、うん、なんかそういう、細かい文脈はわからないけど、やっぱりそういうなんていうのかな、思いとかっていうのはやっぱり人間伝わるんだなっていうのはね、やっぱ見てて思いましたね。だから僕正直結構泣いちゃってますからね。もうおじさんですから、涙腺弱くなってるっていうのもあるんですけど、なんかやっぱこうグッとくるものもある。うん、でやっぱ何もメンバーさんのねやっぱりパフォーマンスっていうのが本当全力なんですよ。全力ですよ。一日にね、昼やって、まあそれと初日昼やった後の夜公演から見てるので、その数時間前までは2時間半ぐらいとかライブやって全力でパフォーマンスした後にちょっとだけ休憩取って、で次のまたやることをやるって、でまた全く同じライブだったらまだいいって言ったら失礼だけど、同じものをやるんだったらね、負担感って少ないと思うんですけど、このリクエストアワーってねいうのはその1曲ずつ全部違うわけですから、当然ね100位と99位が一緒なんてことまずないわけで、うん、そうするともう全部ねその振り付けだとかそういう立ち位置だとかね、ご自分がどういう立ち位置でどういう風にこうポジションを取っていくのかとか、その後どうはけてね、どう MC、ね、お話をするのかとか、なんか全部ね、そういう一つのライブごとに立て付けが違うわけなわけなんでね、それがやっぱりすごいなというふうに思いました。うん、だからやっぱその努力っていうものにまず本当拍手だなと思います。まあそのこうリクエストアワーっていうものですね、その50位から、ね、まあ、1位までのね公演を、2つ2回に分けて、見たんですよね。でやっぱ3位とかね、やっぱ10位ぐらいかなってくると、やっぱこうそのメンバーの皆さんのやっぱ思い入れっていうのは非常に強いんだと思うんですよ。特に3位以降はですね、すごいやっぱ強いものが あってですね、すごくこう涙されてる、メンバーの方もいらっしゃってですね、なんかそれにもらい泣きしちゃう。なんかやっぱすごくこう今までね積み重ねてきたものとか一生懸命地道に努力してきたことっていうのがそういう大きなねステージで、ファンの皆さんに
見てもらうっていうことのやっぱ喜びとか、応援してもらう喜びっていうのをすごく感じて、肌で感じて、まあ、いろんな思いを持った上での涙なんだと思うんですけど、うん、でもそういうことなんだろうなっていうふうに僕はちょっと感じて、うん、なんか僕ももらい泣きちゃうっていうまあそんな感じでですね、リクエストアワーっていうのはね、5年ぶりになんかどうもやったそうで、うん、すごく私は初めて拝見しましたけど、曲を知らないからね、いいやとか、うん、なんかちょっとこうアイドル のライブってちょっととっつきづらいなって思ってる人はですね、いや全然そんなことないですよって、うん、全然楽しめますよっていうことをちょっとお伝えできたらなというふうに思いますね。うん、で、一番最後にですね、MySK48 は15周年を、今年迎えたということで、10月の1日の夜の公演はですね、その15周年の記念ライブということで、まあ、そのリクエストアワーとまたガラッと変わって、その15周年のまあお祝いっていう形のライブ、をまたやったわけなんですが、まあ、それもその見させていただきました。やっぱ15年ってね、すごい長いですよね。私もユニクロを15年で辞めましたけど、やっぱ短くないですね。15年ってやっぱ長い歴史になりますね。うん、その15周年をね、やっぱみんなで、ファンの皆さんもみんなでやっぱお祝いしようっていうムードが、まずこう会場に溢れていたなっていうふうに思います。うん、で、15周年のライブは、私はこうその先ほどのセットリスト、ね、リクエストアワーに比べると、CD になってる曲がね、すごく多く出てきたなっていうふうな印象を持ちました。なので私も知っている曲っていうのはたくさん、出てきて、うん、で、やっぱ何もやっぱすごいなと思ったのは、メンバーね、50人以上いるんですよ。うん、50人以上やっぱりいるんですけど、一つの曲を50何人でやるっていうことって、なかなかやっぱね、そういうのないんですよね。ないんですよ。テレビでもそういうのね、こうテレビでも大体16人とかでやるとしてもね、うん、で劇場、ね、でも大体16人とかなわけで、そうすると50何人でやっぱ一斉にパフォーマンスするっていうことは、そのすごさたるやもう圧巻ですよ。圧巻で、これ15周年ライブね、ぜひ皆さんにもね、ちょっとこう本当一瞬で3時間近くやってたので、その中一瞬だとは思うんですけど、皆さん YouTube でねご覧いただけますので、その一番最初のこうオープニングアクトというか、一番最初の第1曲目のですね、いよいよ幕が上がって、メンバーの皆さんが登場したっていう時の、まあ、第1曲目のそのオープニングアクトがすごく素晴らしかったんですよ。うん、で歌うとか踊るとかっていうことじゃなくて、こう、なんていうんですかね、こう手でこうね、腕だけで、ダンスをするというか、ハンドパフォーマンスなんていうんですかね、ちょっとごめんなさい、ちょっと、正式な名称わからないですけど、メンバーの皆さんがですね、50何人こうステージに立っている状態で、もう腕だけで、いろんな形を表現していくっていうね、声を待たさずに、うん、表現していくっていうのが、これがね、ほんと素晴らしくて、いやもうそれだけでもすごく感動、私はしました。あ、人間ってこんなことができるんだと、なんかそんな思いもね、持ってですね、ぜひ、つながるラジオのね、YouTube の今回の概要欄の方には、SKE48 さんのですね、公式 YouTube チャンネルに、上がっております。それ全部皆さん無料で見れますんでね、ぜひ一度ちょっと試し見てみてください。あ、なんか、すげえことやってるなっていうのが、お分かりいただけると思います。なんかそれだけでも、なんか心打つものがきっとあるんじゃないかなと。うん、で、なんかこう、後ほどね、X とかなんかいろんなところで拝見したんですけど、その振り入れっていうね、そのまあダンスの練習をするのに、まず一番最初に、
覚えるっていう、先生から多分習うっていう作業があるわけなんですけど、まあ、それに8時間くらいかかったっていうね。だからほぼ丸1日がかりでそれをこう教えてもらったと。で、なんかその先生曰く、そういうコンテスト大会とかがもしあれば、大会に出られるレベルと振り付けですとその難易度で振り付けをやりますっていうことなので、だからこそやっぱすごい、もう毎日皆さん練習してたんですって、うん、毎朝練習してたそうで、いやーなんかね、もう本当それだけでもグッと感動しましたしね、いや、なんていうかな、本当こう、いや、エンタメの力ってすげえなーっていうのをですね、なんかこう肌身で感じた、気がします。うん、ぜひね、SK48 さんのライブは、ニコ生っていうねところでは、ちょっとお金を払うことになっちゃいますけど、10月中、前ライブ終わってからなんで10月中いっぱいぐらいは、アーカイブとしてご覧いただけますんでね、まあちょっと物は試しに、見てみてください。私は結構グッと感動しましたんでね、はい、ということでですね、エンディングのお時間になってまいりました。はい、今日はですね、まあ名古屋を拠点にですね、名古屋の栄を拠点に活動しているアイドルグループ SK48 さんのライブを、見てきましたよと。まあ初心者だけど、初心者目線でですね、ちょっとお伝えさせていただきました。本当にメンバーの人一人一人がですね、輝いている、うん、本当にこう温かい、うん、ファンの皆さんと作り上げているライブだなっていうことを感じました。うん、で、SKE をね、お卒業される予定の、メンバーさんも、いらっしゃって、10月末では日高ゆずきさん、ね、12月末では江古優奈さん、ね、お二人、ご卒業されるということで、ね、ご卒業も最後の日高さんはライブになったということなんでね、本当に残り1ヶ月ぐらいですけどね、最後まで全力で駆け抜けてほしいなというふうに思います。はい、ということで、また皆さん来週同じ時間にお会いいたしましょう。それではさようなら、失礼いたします。